おはようございます。速稼塾の久保です。今日は3月2日でございます。ロシア・ウクライナの情勢がかなり悪化してきてね、特に金融システムなんですけども、ルーブルは完全に市場から排除された形になって、このままだったらね、ルーブルっていう通貨はもう使われなくなってしまうのかもしれません。そこに行くまでになんとかね、戦争から手を引いていただいて、対話によって解決する方向で金融緩和措置を取っていければなと思っております。どうなるのかね、全くわからないんですけども、現在出ているファンダメンタルの中でなんとかね、テクニカルを見ていける土壌が整い始めたかなと思いますんで、この話をしていきます。どうぞ。まず月足なんですけども、円安が一方的に進んでいるところが見て取れますね。これはファンダメンタルが重なった時でも、結局は上昇局面に対抗するほどの力はなかったってことで、やっぱりね、長年培ってきた FX の相場っていうのは、ちょっとした進行ではね、局地的にしか崩れないってことを表してるのかもしれません。はい、じゃあ次はね、週足です。週足を上げますと、これも、押し目を作りながら上昇してるところは変わんないかなってことですね。今までと同じような値動きです。で、気になるのはこのダブルトップの後がどうなるかってことなんですよ。ダブルトップの後、下落してるように見えていますね。じゃあこれを日足で確認してみます。日足では横ばいに入ったところだと思いますんで、それ以上は特にないかなと。ただね、ボラティリティがちょっとね、落ち着いてきたのかなと。なんか上下の幅ってのが小さくなってきてるのかなとも取られます。これ高値でヘッド&ショルダーの形に似てますけども、ファンダメンタルが作ったヘッド&ショルダーなんで、今回は普段と同じぐらいに大事に見るってことはしないでおこうと思います。次4時間です。4時間で見ると、やっぱ下落の方に傾いてるかなっていうふうには見えますね。ここなんて一方的に下ですからね。ただ、ゆらゆらと上下しながら、横ばいに見ていくのが一番公平な見方なんではないかなと思いましたね。横ばいだとブレイクを狙うってことになりますけども、これ1時間です。ファンダメンタルによくブレイクしか見えないとしたら、ほぼギャンブルですね。ですので、やっぱり相場は見ていけるんですけども、1時間4時間はほぼ横ばいなんで、このまま見守っていくことになります。普段のね、テクニカルでしたら、こうやって線を上下に引いてね、ここを超えたらブレイクして、バイに入りましょう、セルに入りましょうみたいな説明するんですけども、今回のファンダメンタルはね、戦争で起きてるものですから、ズバッと行ってズバッと戻るみたいなのがあって、あんまりね、意味をなさないんですよね。ほら、ヒゲを出した、この線とかそうですよね、特に。これはね、やっぱりね、すごいですね。下にグッと行ってね、また戻っていくわけですから。これじゃなかなかブレイクアウト戦略取れていけないなってことですよね。まあ全体像はなんとなくぼんやりと見えてきたと思いますので、これをもとにまた改めて組み立てていこうかと思います。じゃあ今日もエントリーは特にね、お話できませんけども、明日また木曜日になりますけども、テクニカルに寄せるような相場解説をして、で、早ければね、でも金曜日ね、またあれですよ、材料が来ますよ。今度はいつもの材料が。ですんで、やっぱり、まともな相場解説は、月曜日7個からぐらいしかできないと思います。もうちょっとお待ちください。もうほぼね、3週間、エントリーが全くできてない状態ですけども、やっぱりね、戦争が起きるってこういうことなんですよ。金融業界規制強化っていうのは、私たち FX の乗り手にもかなり影響します。ただし、こういうのが得意でね、ギャンブルみたいな FX ができる人もいるんですけどね。まあ、そういう、出番は私にはないかなと思います。あくまでも FX は技術であり、ギャンブルではないというのが私の信条です。それでは本日は以上です。